スパーズ、ハマーズに快勝あらすということで、生配信も来ていただいてありがとうございました。本当直後に今撮ってるので、うん、ちょっと細かい、ちょっとあの振り返りのところは思い出してながらになるんで、うん、ちょっと誤差あるかもしれないですけど、そこはご了承していただきたいと思いますけども、ええー、なーいやそれはもうええやん、なー勝ち点3なんか当分味わえてへんからな、うん、うちはいやこれ30分後にまたこう同じねこう、美しい光景を見れてるはずですよ、勝利という本当にそれは美しい光景になるんですか。そうですよね。いや今日のトね、とてもホットスパースタジアムはもう素晴らしい、うん、いい雰囲気でしたよ。ねえ、その、うん、失点した時は、うん、どうなんねんと、はい、もうやめようかな思いましたけど地獄の配信になるのかとまあしっかり勝ち切ってくれましたし、まあちょっとねユナイテッドの話はまた別動画で撮りとしまして、はい、一旦このスパーズとハマーズの試合の、はい、まあ内藤さんの感想、うんうん、僕の感想、まあはい、ある程度スタッツ見ながら振り返っていこうかなという感じでございます。はい、はい、ということでお付き合いよろしくお願いします。では内藤さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。4対1、うん、アタックモメントを見ても圧倒的に、うん、押し込んだ、はい、そんな試合展開だったのではないでしょうか、うん。まあ、前回対戦に、ね、2対1で負けたことを思うとホームでね、そうですね、ウエストハム、まあ、まあまあ今回勝ってよかったねというところになっております。はい、でまあスタッツの方も振り返りますと、うん、スパーズ 58%、 エベサム 42%、 ゴール期待時間で意外と 1.40、 まあ、めっちゃ多かったわけじゃなかったんですけど、これなんかスタッツ上のなんかバグやと思うんですけど、ビッグチャンスゼロってなってるけど、これはさすがにバグかな、うんうん。まあそうですか、たまに試合直後やとなんかちょっと おかしい数字が出ることもあるんで、うん、多分それなんじゃないかなと思います。はい、まあトータルショット22本、うん、だね。でキーパーセーブわずか2、あまり攻められず、まあファールも自由でクリーンな、うん、試合展開だったのではないでしょうか。はい、まあ今全員の、うん、スタッツ、あの点数を出しておりますけれども、はい、どうですか率直にこう誰が一番良かったとか。まあまずは、ソン・フンミンおかえりなさい。おかえりなさい、怪我復帰明け、しかもゴールおめでとうございます。いやーで 8.0、 はい、素晴らしい。やっぱりこう、うん、ポストグルに変わって、うん、なんていうんですか、カウンターではなく、うん、まあ、自分たちがポゼッションした上で与えられた役割と今までやってた役割が違うかったりして、なんか僕らスパサポが抱いてるソニーのプレーじゃないみたいなところが、まあ今シーズン、うん、昨シーズンから結構あったんですけど、うん、まあこの試合の得点のところなんかもまさにそれ1対1決めてくれるよねソニーみたいなところも見れましたし、うん、まあ、何よりやっぱり、得点してきてくれたことが、うん、嬉しいなと思いましたね。まあ、キャプテンが点決めりゃ空気もようなりますからね。ようなりますね。ようなりますからね。あなたのチームの話してるね。ああ、やばいやばい、またユナサポの僕が染み出してきました。そうなんです。でもボケる前の顔とかで分かるような。ああ、バレてる。予備動作でバレてる。予備動作で動き出して分かっちゃいましたけど。うわ、まあ、ソニーは素晴らしかったんじゃないかなというところでございますかね。まあ、ボーたち43パス成功率 84%、うん、まあ、グランドデュエラーは5分の1で、まあ、普通ですけど、うん、まあ、とにかくシュートを1個決めたというところが、うん、まあ、素晴らしかった。ドリブルアテンプツは2分の1、うん、1回ポストに当てたなどなどの、ね、スタッツが残っております。まあ、なんか後半やっぱ得点したんで後半のイメージとかあると思うんですけど、うん、まあ、なんか僕が思うに前半からやっぱシュート積極的に打ってたんで、うんうん、なんかそこも今までやったらそこポケット狙わなとかこう、うん、今のサッカーポセコグルーが目指すサッカーに合わせたプレーを、うん、まあ、キャプテンという立ち位置もあると思うんでやってたと思うんですが、まあ、この試合は結構積極的に、うん、なんかシュート打ってくれてたんで、うん、このままちょっとシュート意識も高くいってほしいなとか思いましたかね。まあ、ゾンが決めたのが60分で、うん、まあ、ウエストハムが、うん、交代したのが多分その直後ぐらい61分、うん、なんでこう戦術変更される直前に決めた、うん、意外とあそこ決まってなくて戦術変更がうまくいってみたいな、うん、未来もたらればですけど、うん、あったかもしれないんで、うん、決めたタイミングも確かに、ね、素晴らしかったなというところ、うん、まあ、あのシザースからのトディボー本のシェノー縦ドーンで、いや左足で決めるのがやっぱ左足、いやすごいっすよね。ああいうやっぱゴールで近い位置の損みたいなとは、うん、今日やっぱ改めて思いましたがね、うん、まあ、あとデキもちょっと触れたいですね。デキのデキが素晴らしかった。デキ、いや それは無理ありそう。その語尾無理ありますか。語尾は無理あり、語尾は無理やったか。いや内藤さんでもね、はい、かなりクルーズ好きのインサイドハーフを高評価していただいてるんですけど、はい、僕は割と序盤から割といいんじゃないかと、うん、エロさん単にポジショニングがね、うん、別に
にマディソンよりも全然いい、うん、だからいい位置でボール引き取ってシア広いからターンしてと、うん、いやデキのターン素晴らしいですね。でこうねターンしてから 20m ぐらいキャリーできるんですよね、まあ、そこで陣地をこう獲得できるところもやっぱ彼の素晴らしいところですし、はい、得点の部分も、やっぱもともとウイングのねあのカットインからのっていう選手なんで、そこもしっかり見せてくれて、まあ、素晴らしかったんじゃないかなというところでございますかね。1点決めてキーパスが2あり、ドリブルアテンプツ、まあ、5分の2、まあ、あとはスタッツに反映されづらいですけど、まあ、結構ね、そのこうターンのところで違いを作ったというところで、もっと早く休ませてもよかったんちゃうかなだけはね、引っ張りすぎた気はちょっとスパサポの私目線ではちょっと怪我も心配なんであるかなというところでしたかね。僕印象的だったソランケも、ソランケも良かったね。点コスト決めなかったし、ショートも 6.6 やや低いんですけど、まあ、1個も強引な突破で、いやあれすごいね、ヒューが小次郎でした確かにもう引っ張られながらも行くんだっていうね、ぐっと行く、もうあの直線ドリブル確かに素晴らしかったんじゃないかなというところでほんま得点だけですね彼はね。もうあとポストプレーもね機能して、まあ、ちょっとどうしても点を決めないってなると、まあ、ややスタッツでこう反映されづらい良さがあったんじゃないかなっていうところではあるんですけど、まあ本当、いいストライカーを取りましたね。いやこれはやっぱ昨シーズンにもう 100% はなかったことなので、まあ、彼 の、まあ、あの真ん中のところでゴリゴリっていけるところは、いや本当にスパーズの武器になってるかなと思いますよね、センターフォワードで、ね、グランドデュエル12分の4、まあ、4しか勝ててないっていうのもありますけど、逆に12ガッていってくれてる、確かに、ね、この球際のところもね、まあ、素晴らしかったんじゃないかなというところでございます、はい。まあ、あとブレナン決めたかったですね。何回チャンスというか、あれは出てるんですか、スタッツで言うと多分3、僕が覚えてたけど3か4はあったかなって感じはするんですけど、うんうん、まあ、シュートで言うとですね、ショットオンが1、ショットオフが3、シュートブロックが1と、まあ、5本ぐらい打ったのかな、でまあちょっと決めきれずと、まあ、結構前半の方は結構自信を持って打ってたんですけど、なんか後半ちょっと消えて、ちょっと最後の方は、ちょっとなんか勢いというか、勢いの炎みたいなのがちょっとだけ薄れちゃったかもなはありつつ、まあでもキーパスも2本通し、ドリブルアテンプトが4分の0がねちょっとなんかね、確かにそうやったかって感じでしたけど、まあでもデキのあのね、得点のところもやっぱちゃんとこうしっかり内側をね、走ることによって空いたスペースを使ってるんで、まあ、そういうオフザボールの動きも素晴らしかったと思いますし、まあ望みすぎてるのかもしれないですね。だからもう決めてきてた、ずっとこう流れがあったんで、まあ、今のところトップスコアラーですから、もっと決めならできるんじゃないかという、まあ、ちょっと期待値が上がってるのかもなっていうのもありつつ、あとはまあ決めたで言うと、すみません順番待ちましたビスマー素晴らしかったね。だからね、まあ僕を出そう点が決めれるよっていうね、ベンタンクールはベンタンクールで素晴らしいですけど最近、とは違う良さを、分かりやすくアピールしました。まあ、しっかり得点でね、あの、アピールするのは素晴らしいことですし、まあビスマってやっぱこうビルドアップの時のこう組み立てで貢献できるみたいな印象でしたけど、この試合は結構そのデュエルのところでも、守備のところでも戦ってて、勝ってる印象でしたよね。デュエル、12分の7、わー素晴らしいね。でクリア4、タックル5と、まあ、相当守備の部分で頑張っての、このスタート、まあ、逆にキーパスは1と、まあ、やや少なめなんですけど、まあ、引いてくる相手でアンカーとしてプレーしてるんでね、まあね、失わないことの方が優先順位高いのでと、うん、まあでも素晴らしい結果を残したんで、ベンタンクールとビスマのこの使い分けというところが今後ね、過密日程になるのでという感じではないでしょうか、はい。マディソンもせっかくんで触れときますか。マディソンねちょっと怪我なんですけど、実は僕ら配信に音消してるんで、どういう情報が最新で入っていたか分かんないんですけど、まあ、ベンチにいたんで、そんな重症じゃないのか、まあ、もしくはその戦術的なことはちょっと僕らはまだちゃんと理解してないんですけど、まあ、やっぱり彼が持ったらこう、チャンスになる、場面、まあ、特にはワンタッチとか、ツータッチでこうパンパンってこうボックス近辺でそういうプレーをしてくれたら、スパーズのチャンスになりますし、逆にネットさんも配信の時におっしゃってましたけど、こうビルドに関与しすぎることによってゴールから離れちゃう、まあ、そういうのは言ってもスタッツ 7.2 あるぐらいし、まあ、キーパス強盗しますからね、なんかその多分左サイド のハーフスペースのあたり、あそこが得意ゾーンなの分かるんですけど、なんかそのもうちょっとボックスの時は、なんかその例えばクルゼスキー寄りにちょっと移動してあげたりとか、なんかそのボール持った時もその1個トラップしてこう外に持ち出してとか、なんか得意な形でやろうとしすぎてる、彼がもう本当素晴らしいねオフィシブミッドフィルダーなのはもう言わずもがななので、こうもう1個上のレベルに上がるにはその得意じゃない形でもちょっと今のタイミングで出さないで体勢崩しながら出すとか、なんかこうちょっとこう
テンポを変えるワンタッチを入れてみるとか、うん、得意じゃない形も試合のゲームの流れとか合わせてちょっとちゃうテンポのプレーができるようになったらもう、うん、もっとあ素晴らしい選手。でも45分でキーパス5本入れてて、まあそうね、何文句言われてんねんなんでしょうけどね、うん、正直ね、まあ、僕らがだから細めすぎてるとこもあると思うんですけど、まあとにかくちょっとその怪我の部分だけ怖いなというとこですかね、ですかね、まあ、うん、あとはもうねあのビカーリも1個素晴らしいセーブありましたし、ロメロ、ファンデフェン、ウドジェ、ポロ、まあ、全員素晴らしい、うん、ディフェンスラインも活躍だったのではないでしょうか、うん、ポロもね、いや良かったっすね、攻撃の起点やったんでね、まあ、だからサイドバックのところやっぱ昨シーズンでいうと、うん、ポロ、ウドジがすごく良くてっていう感じだったのが、うんうんうん、今シーズン結構、まあ、逆にウドジがちょっと守備の部分、うん、まあ、失点のところもそうなんですけど、うん、ちょっとこう軽い、はい、昨シーズンより守備軽いんじゃないか、はい、みたいなところが結構スパサポの中でも言われてる中で、まあ、今日もやっぱり失点シーンのところ失点シーンのところで、ボーエンやったかな、そうですね、クズスやったかどっちでしたかね、ボーエンでしたかね、ターン簡単にこうされちゃってみたいな、うん、ところがあったので、まあ、ちょっともったいないなと思うところもあるんですけど、うん、まあ、難しいですね、そこはね、難しいですね、まあまあまあ若いんでね、こっからあと1年でそこの慎重さみたいなのもね培われて、まあ、いけばいいなというところではないでしょうか、うん、はい、まあ、一旦スパーズ喋りきってからね、ウエストハムの話もできればなと思うんですけれども、うん、はい、サール、いや、サールでよかったですよ、素晴らしかった、うん、まあ、コート選手も、まあ、ベンタンクールもリシャルリスもグレーもよかったですけど、うん、ベルナーベルナーねー、ミスが多かったぞ、うん、なんかね、やっぱ自信なんでしょうね、うん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 、なんかこの全く違うジャンルやし、全然このサッカー選手のリスペクトあるからあれなんですけど、やっぱこうネタとかでもね、受けへんと思ってやったボケって受けないんですよね、そのボケが面白いか面白くないかじゃなくて、もうそれがこう出ちゃってるから受けないっていうのがあるんですけど、ベルナー、まあ、見ててね、配信でもコメントで足振られへんなっていうのが、なんか全てなような気がしましたね、なんか打てやっていうのしか、なんかお互い言ってなかった気がするんで、お気に入ってる感じ、そのヘッドのところもなんか、やっぱ自分とかボール来た、ってなんかこう、なんか力んでる感じがして、なんかメンタルの状態がよろしくなさそうやなっていうところが。うん、まあそこはちょっと思ってもたかな、うん、そうですね、でこれで孫がね、こうやっぱりちょっと得点して、うんうん、ちょっとこうやっぱ差あるなって思われても嫌なんで、うん、まあ、孫はもちろん嫌って言い方良くないかもしれないですけど、うん、まあ、僕はベルナ好きやから、うん、孫にも活躍してほしいし、逆に交代でベルナでも期待できるようになってほしいから、うんうんうん、ちょっとね、もうちょっと頑張ってほしいなとは思いましたかね。まあでもね、リシャルリソンの復帰もあり、これは良かったですね。まあ、ポジティブなことが多かった。まあ、CT というのはこう、うん、時間を見ての通り、交代の時間が遅いんじゃないかと。細くぐるさんと。もうちょっと若手で信頼してあげるとか、うん、まあね、アーチグレーもそうやし、うん、まあ、前ムーアとかね、うん、使ってあげてもいいんじゃないって私は思ったりはしましたかね、まあ、ドラクシンがどうせ EL 出られないならリーグ戦でもうちょっと使ってとかあってもいいんじゃないかという話、うん、センターバックも使い分けてもいいんじゃないかとか思いましたかね、うん、点差入ってたんで、はい、まあ、この勝利を受けてですね、うん、まあ、トッテナムは、まあ、暫定ですけども6位まで、浮上したので、うん、まあ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 、この後ブライトン、ニューカスル、フラムなどなどの、うん、まあ、次第ではあるんですけども、うん、まあまあちょっと上位に食いつく勝ち点3になったのですが、うん、まあ、逆にウエストハムちょっと苦しい、苦しいぞー、ね、これメンバーはいいし、うん、やりたいことの方向性は分かりますよ、うん、が攻撃の怖さがね、そうですね、メンバーを考えるとマジで感じなかったですね、うん、なんかカウンターかセットプレー以外なんか入る気しないんやろなっていう、うん、なんかハマーズサポやったり自分が、うん、なんか 何を目指してやこの形をこの選手を選んでるのかが、うん、あんまりこう分かりづらい、なんかモイーズ政権時代はやっぱもう、うん、分かりやすかったじゃないですか、うん、なんかそこがやっぱこうぼんやりしてるんかなっていう気はしましたかね、うん、結局同点取るのがマジで見えないですもんね、うんうん、そうね、でね、これだけ突破力のあるクドゥス、うん、ボーエンという、ね、うん、スピード&ウィロウィングがいて、うん、でソーチェック、アントニオみたいな空中戦強い選手がいて、うん、放り込むでもなくただ回し続ける、うん、そうですね、なんかその放り込みはいいってわけじゃないと思うんですよ、うん、でもね、ブレントフォードみたいにその低い位置ではつなぐけど最
コンドだと分かりやすく放り込むみたいな、うん、なんかその戦術的柔軟性はもともとそんな崩しないでないとか聞いてましたけど、やっぱロペテギそこの柔軟性がな、うん、なんか古いタイプのポゼッションの監督やなという印象が、ね、拭えないですね、うん、で守備的な、うん、戦い方してる割に4失点してますからね。そうですね、だからそこもあるやろな。で実際あの内側から見てたら、うん、この僕ら側スパーズ側から見てたらもっと取れたなとも思うんです、うん、ポスト当たったシーンも実際ありましたし、うん、うん、なんか守り、まあ、5-4 とかのそのブロック引いてきてた、うん、けど守れてないっていうのがまさにおっしゃる通りで、うん、じゃあもうちょっと、まあ、ハイプレスで行くのか、うん、あ 5-4 で無理やったらやり方変えないと、うん、と思いながらもずっとなんかそのまんまでいくような、うん、シーンもういっそ状態チーム状態が悪くて、うん、でも結構引き込むんやったらもっと分かりやすい5バックとかでいって方がスパーズ的には嫌だったじゃないですか。で、なんかロペ的の中の選択肢、そういう選択肢もあるにもかかわらず、うん、なんか攻撃的に行きたいんだか守備的に行きたいんだかよう分からんし、守備的に行くならちょっと中途半端やし、もっと守備的にセンターバックがだって控えにね、マブロパノスとかもね、うん、まででクロスウェルみたいなね、3バックの一角ならできる選手もいてとか、うん、全然いろんな選択肢がある中で、なんかふんわり4バックでふんわり押し込まれてふんわり失点した、うん、そうですね。で、まあ、もちろんショートカウンター気味の失点は多かったんで、うん、確かにね、ボーエンがもうね最終ラインまでこう落ちてたりとかもしたじゃないですか、うん、けどまあ、それはそれでブロックつけるけど、こっちはボーエンの良さが消えるよねとか、うん、やったらね、もっと分かりやすく中盤1枚削ってセンターバックの枚数増やしてボーエン高残りさせた方が、うん、スパーズ嫌っすよね普通に、うん、ボーエンがカウンターで残ってる方が嫌やなとか思ったりもしますし、どうせ放り込まへんのやったらもうね、アントニオ削ってもうて、うん、で5-3-2 にしてまうとか、うん、なんかいろんな選択肢がある中でなんでこのシステムでスパーズに臨んでんっていう、ね、なんかこのやりたいサッカーとが何なのかも分かりづらい、うん、でなんかやってるサッカーとのメンバーのちぐはぐ感、うん、岸変わるねー、岸変わるねーやないのよ。どこかのユナイテッドも似たようなことをやってるね。ユナイテッドってそういうチームせざるを得ないんですか？個人のインスタグラムでやってください。内藤ユナイテッドインスタグラムでやってください。ゴミみたいな陰謀論。ユナイテッド違いですからね。ユナイテッド違い、あ、間違えた。ウエストハムの話。ウエストハムですから。いや、ロペ的僕なんかそのね、なんかもうちょっと戦術家のイメージなかったっすか？もうちょい良かったイメージですけどね。でもなんか、うん、それこそ津田さんも配信中言いましたけど、はい、まあその両手パンチで。クズスが退場になって、ね、まあ、あれまだ良くないですよ、うん、でその後こうピッチを去るとき、うん、なんか空気悪そうでしたね。普通なんか監督がちょっと精査しのべて、うん、まあまあムカついててもなんか一応ね、うん、ポーズだけは取るみたいな、うん、でまあそのまま下がっていくとかですけど、うん、全く目合わさずこうね、うん、去っていったって感じを見たらなんか本当ロッカールームの空気も悪いのし、うん、もしかしたらほんまに解任の一番手とかになっちゃいそうな、うん、いや、うん、僕テンハグよりロペテギの首の方が怪しいなって感じです。確かにね、なんかほんまに良くなかったですね、うん、この試合あの感じが、うん、空気も悪そうやったな、まあ、あのバイアスもあるかもしれないですけど、ね、あのお客さんが帰ってる映像とか、うん、こう、うん、頭に入ってたんで、うん、しね、なんかテンハグはまだそれがいいのか悪いのかももはや分からんすけど、カップ戦勝者とかでなんとか持ってる部分もありますけど、うん、ロペ的ね別にそんなもないし、そうですね、就任してからまあ言ったらずっとちょっと悪い状況続いてるんで、うん、メンバーがいいから余計ですよね。こんだけええメンバーおって、そうっすよ、うん、このサッカーってなったらね、うん、で、まあ、実際ね、あの、うん、ワンビサカがもう獅子奮陣の活躍したりとか、うん、まあ、アレオラも2点分ぐらい多分止めてるやろうし、うん、リドロドリゲスもめっちゃ良かったし、うん、このこんだけ守ってこれってなった時に、うんうん、フロントがどう思うかってもあるかもしれないですよね、うん、しなんか負けてる状態で3バックにしたのもちょっとよう分からなかったしな、うん、3バックじゃ普通に3トップではめられて、ね、うん、この理由は何ですか、
うん、視聴者ザフットボールの皆さんちょっと教えてください。確かにレオザフットボールさん の、 、はい、あの分析家のようにできる、できる視聴者の方が視聴者ザフットボールの方は、ね、確かに、ね、はい、ちょっと、うん、ぜひラップ調でこの説明するんですけど、なんでレオザトゥーフェイスのラップの方でいやー、はい、確かにね、だからレオさんとか聞きたいですよ、なんか どういう意図でこれやってるの、まあ、ちょっとね、うん、この水爆何やったんやろな、ハマってましたもんね、ハマってましたよね普通に、うん、確かに用ないなと、ワンビサが高い位置に置いてもしゃあないしなと思って、うん、で結局ワンビサが個の力で突破して で突破したけど、ちょっと最後、ね、結局最後までたどり着けて失ってショート監督だってみたいな、うん、なんかね、3バックにするのはせめてクルス防衛両ウィングバックみたいな、日本代表みたいな攻撃的な3バックにするでもなく、うん、何がしたかって、なんかチグハグでしたね、チグハグという言葉がね、本当とても、うん、よく似合ってしまう、まあ、そんな展開になってしまったんじゃないでしょうか、うん、はい、まあちょっとこの後の、うん、両チームの日程をちょっと最後見てから終わろうかなというところですけども、はい、スパーズはアーゼット、ここからで厳しいですよね、パレスアウェイ、シティホーム、うん、ビラホーム、ガラタサライ、トルコアウェイ、うん、イプスイッチホームと、でまたシティアウェイと、そうですね、あー、これ厳しいですね、週2ペースでこれが続いていくんで、だからターンオーバーちょっとしてもいいんじゃないかなと個人的には思ったりしたんですがね、見なくちゃいけない試合が多い、多いね、忙しい、これ取ってるのも AZ、うん、ってことは、マイクマット AZ でしょ、マイクマーは選手は AZ じゃない、AZ っす、おお、じゃあ津田ダービーじゃないですか、いや、まあ、津田じゃあダービーなんですか、津田ダービー愛するセレッソからの、まあ、マイクがね言ってるんで、マイクと合ってるから一瞬してますよ、僕なんかちょっとなんかもなんか そう言われたらなんか自信なく、日本人選手が移籍しすぎててなんかもうたまにわけわからんくなる瞬間があるんですけど、絶対そうや、はい、マイクマアーゼットですね、はい、大丈夫です、はいはいはい、だからまあ出てほしいなと思いますし、うん、楽しみですけどね、でかマイクマがマッチアップするとした、まあ、普通に右で出てるんですかね、左だから、だからソニーか、あー、おー、これは熱いね、熱い戦いが待ってますね、ちょっと一応出てるポジションだけ確認しようかな思うんですけど、10月7日に出た試合ではあれどこで出てんのや、途中交代とか出てんのか、ちょっとまあ今ね、スタメンではこの試合なかったみたいですけど、まあ、右サイドバックと交代してるから、やっぱ出るとしては右なんかな、いや、これはちょっとね、私としては熱いですけどね、あとシティ戦が、ね、続くんでね、ちょっとね、まあ、カップ戦ではありますけども、まあ、ちょっと嫌な流れかなというところになっております、はい、で、ですね、そんなウエストハムユナイテッドさん、お次の相手は我々です、出ましたね、だからブレントフォードからこの流れってことですもんね、はい、だからブレントフォード、あのトーマス・フランクをテストマッチからの、勝手にテストって言ってたけど別に向こうは何も思ってないですようちの監督としてふさわしい男なのかを、ユナサポー的にはね、はい、試合から の、 あの解任ダービー、解任ダービー最悪や、解任ユナイテッドダービー、ユナイテッド解任ダービー、いやでもここでブレントフォード叩いて、うん、ってなったらね、上に行くのはどっちだっていう、ね、ほんまにでもまあちょっとね熱い試合ですよね、あ、まあ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 ちょっとかなり、うん、まあ、ね、その後もね、なキモフォレストがあり、うん、あの調子を上げてきてるエバートン、ニューカッスル、うん、アーセナル、うわきちいな、まあまあまあ、いやー、いや申し訳ないけど、まあ、アーセナル戦が12月1日ですか、うん、この頃にはもう解任になってるかもな、うん、この連戦をロペテギで乗り切れる気は今んとこしてないです、まあね、これを乗り切ったら土下座謝罪しますそこまでは別はしなくていいですけど、間違ってましたまあでも正直厳しいですね、今日のサッカー見たら、うん、でもお互いかなり日程としてはまあ難しい授業が続くのでどうなっていくのか、はい、まあ、注目して見ていこうかなと思っております、はい、大丈夫でございました、はい、まあ、とりあえず勝ってよかった、はい、という気持ちで、今日はこの後のユナイテッド戦も、はい、見てね、はい、その動画また振り返りでまた別に出しますので、いや今撮影時間で22時の今53分の土曜日なんですけど、はい、うん、5分後に試合が始まるんですけど、そうですね、まあ、早く撮影終わらせてね、あのタブレット見ようかなと、早口すぎて何言ってるか分からないですね、あもうゆっくり落ち着いて、焦る気持ちが、ね、落ち着いて、ね、5分後に試合が始まる、閉める言って、ね、閉める前にあんまそごちゃごちゃしゃべらないですから落ち着いてください、はい、ということでございまして、とりあえず解消でございました、はい、いいねとチャンネル登録もよろしくお願いします、はい、次回の動画でお会いしましょう、さよなら、トータルボールソー、